の味方ご一行様の到着じゃ。頭、それじゃあわしらは他の場所回ってみます。頭、こっちにはいませんでした。キヨちゃん、ここにはおらんかったか。よっしゃ、次行くぞ。頼むぞ。そうじゃろ。さすが兄貴ですの。兄貴。
ここから。そうか、一体どこにキヨちゃんおるんじゃ。こうなりゃ染谷という男を捕まえて直接聞き出すしかなさそうじゃの。染谷が大浴場にいるようです。キリ七木、4階を探しましょう。兄貴、染谷いう男、おらんですの。ああ。あん中はまだ見とらんの。たまらんの。よりによってなんちゅう場所じゃ。もう行けん。じーっと失礼します。おい生き返るわい。あ、なんじゃこら。我はナグモ。これは一体何のつもりじゃ。違うで、わしナグモじゃ。なで。バカたれ、もう遅いわ。しもうた。
あれあれ、キリュウさんじゃないですか。ソメヤ。さすがに今度は偶然ってわけじゃないですよね。つうかその格好熱くありません？清美ママは無事だろうな。彼女どこにあった？まさか四代目ともあろうお方が女一人のためにこんな無茶やらかすなんてね。噂通りの人で嬉しいですよ。彼女はどこだと聞いている。答えた方が身のためだ。なるほど、やる気ってわけですか。ですがあいにく俺にその気はありませんよ。何？奇襲を受けた時点でこっちの不利ですから、あんたと真っ向からやり合うようなバカはしない。俺はね、確実に勝てる時だけ戦ってのし上がってきた男なんですよ。ただ単に臆病なだけにも聞こえるがな。早合点しないでください。俺はこの喧嘩まだ負けたとは言ってませんよ。ん？よく言うじゃないですか、逃げるか勝ちって。てめえ！くそ、逃がすか！兄貴はソメヤを追ってください。
染谷、観念しやがれ。まったく、せっかく風呂入ったのに汗だくじゃないですか。こりゃまた入り直さねえと。ずいぶん綺麗な体をしているんだな。今時炭なんか入れてちゃ仕事になりませんよ。何？ヤクザが仇を脅してあぶぐぜにせしめてた時代とは違って、今は真っ当なしのぎに手出した方がよっぽど安全で何より儲かる。俺は上からそう教わりました。炭は脅しのために入れるもんじゃねえ。己の生き方を背中で示すために入れるんだ。背中に憧れるってやつですか。夢だな。夢だと？現実はもっとシビアなんです。結局親が子に求めるのはどれだけ組織に貢献できるかでしょ。今じゃ入れ墨なんて入れない方がしのぎになるわけですから、これが極道として正しい姿なんですよ。夢を忘れて金に走るようになったら極道はおしまいだ。誰もが憧れるような生き様背負った男がいてこそ、そいつを担ごうと一つの組織にまとまることができる。さもなければ跳ねっ返りの多い極道なんざ一瞬でバラバラになってしまう。だから金こそが人を引きつける最大の魅力ってことになるんでしょう。少なくとも菅井さんはそう思ってるみたいですよ。まあいいや。女ならこの中に監禁してます。今頃たっぷり可愛がってもらってるんじゃないかな。安い挑発には乗らねえ。彼女の居場所が分かれば十分だ。さっさと片付けてここを通らせてもらうぜ。そう簡単に行けばいいですけどね。伝説とまで言われた四代目が相手だ。こっちも失礼のないよう少しだけ本気出させてもらいますよ。この野郎！
ス、どれ、大事ないですかい。あれ、桐生さんじゃないの。それに広瀬一家のバカタレも。コシュミス、来ると思うとりました。こちらへ。桐生さん、キヨちゃん無事じゃったか。ええ、二人ともどうしてここに。それは小清水さん、これは一体どういうことですか。岩見社長。岩見、俺たちは清見ママを助けに来ただけだ。ここに監禁されてるって話だったが。監禁、なんならそれ。わしらは小川して客人の奥さんをもてなしとっただけじゃ。なんじゃそりゃ。いやー、夕食前のいいエクササイズになりましたよ、四代目。清美はね、俺の前のかみさんなんです。なっ、ママがお前の本当なのか。嘘じゃ、嘘に決まっとる。しょんな。小川の町に染谷さんの奥さんがおったとは驚きじゃったが、これも何かの縁じゃと思っての、お招きしたいわけじゃ。何か行き違いがあったことは分かりました。ですがこのけじめはつけていただく必要がある。そうですね、小清水さん。ええ、もちろんですわ。広瀬一家は今日限り陽明連合会を破門。総長の広瀬にはきっちり縁故詰めさせますけ。待って、つかさい。広瀬の親さんは何も。やかましい。染谷さんはの、東京から遠路はるばるわしらとの杯に来た大事な客人じゃ。踊れなんぞの縁故で済む話か。まあまあ、小清水君、せっかくの祝いの席だ。清美さんも怖がっている。些細なことは水に流してやりなさい。会長、ですがこの私が水に流せと言ってるんだがね。聞こえなかったか。いえ、わかりました。染谷さんも構いませんか。もちろんです。もともと私が招いた誤解ですから。あんたは闇造船会長、岩見平蔵と申します。四代目岩見会長は岩見造船をはじめとする岩見グループの長老ですが、もう一つ別のお名前がありましてね。クルス・タケル。クルス。
陽明連合会会長です。クルス・タケルはいわゆる都政名なんです。岩見造船の会長が陽明連合会の岩見グループの関連各社は今風に言えば陽明連合会のフロント企業ということになりますが、こちらは息子の常雄で岩見造船の社長です。以後お見知りおきを。俺の名前は桐生一馬、東条会の四代目でしょう。当然存じております。どうも水が入ってしまいましたな。ここは一つ場所を変えませんか。わかった。